そして梶原という打順です。つながればこの後クリーンアップ牧大関が待っています。この3人がクリーンアップにどういう形で使われるでしょうか。セーフティーの構えを見せる森です。一層の守備を取って今年夏場以降のショートに定着してきました。青木さん、クライマックスシリーズでもエラーがあった中でタイムリースリーベースを打った試合もありましたよね。そうですね、やっぱりその辺のメンタルの強さとか成長の強さとか。
この運動がボール先行というシーンが増えています。198cm、 本来の角度のあるまっすぐが持ち味です。バッター有利のカウント、フォアボールを追い取ってきます。加藤さん、口は
意識でいると思います。今シーズンはチームで一番多く4番を打ってきたんですが、得点圏で青木さん、結構マキは悔しい思いしてきたんですね。そうですね、Ah.